デニス・ホッパーは、アメリカの俳優、映画監督、映画プロデューサー、芸術家、カンザス州、ドッジシティ出身。13歳の頃、ウィリアム・シェイクスピアの演劇で複数の配役をこなし、シェイクスピア奨学金を得ていた。17歳で、プロの劇団、ラジョラ・プレイハウスに入団し俳優として、デビューを果たした。1955年、 テレビドラマ、メディックの転換患者役を演じて評価され、ワーナーブラザースと契約を結んだ。ジェームズ・ディーン主演の、理由なき犯行及び、ジャイアンツに出演。1967年、白昼の幻想で、ジャック・ニコル・ソンを、脚本、ピーター・ホンダを俳優として迎え、1969年には、その二人を起用して、監督、脚本、主演した、イージー・ライバーは、 アメリカンニューシネマの代表作となり、ホッパーの名前も知られるようになった。本作でカンヌ国際映画祭新人監督賞を受賞し、アカデミー脚本賞にノミネートされる。1970年代には飲酒や麻薬の問題、また映画会社との確執などで役に恵まれなかったが、1986年にデビッド・リンチが監督をしたブルーベルベットで復帰した。 1988年、監督作品となるカラーズ天使の消えた街では、実在するストリートギャングをエキストラに起用して、話題となり、全米週末工業収入成績第一位を記録した。1990年、パリ・ストラウト、静かなる狂気で実在した犯罪王、パリ・ストラウトを演じ、以降は性格俳優としても活躍する。一方で、 絵画や写真に関しても造形が深く、画家として古典を開くなど、精力的に活動。日本において、デニス・ホッパー写真展が催された。1991年に東京で行われたコムデ・ギャルソンのファッションショーや、1995年に審査員を務めた、夕張国際ファンタスティック映画祭などで、たびたび来日している。また、トヨタセリカ、 つむらバスクリンなど日本企業の CM への出演歴もある。2005年にはゴリラズのアルバムデーモンデーズに参加した。2008年にフランス最高の勲章レジオンドヌール勲章を受賞2010年3月にはハリウッドの殿堂入りを果たした。2009年10月に前立腺癌であることが報じられ、さらに2010年1月には癌が骨にまで転移し、 末期状態であると報じられた。2010年5月29日、カリフォルニア州の自宅にて死去。5度の結婚をし、4人の子供がおり、4番目の妻との間に息子で俳優のヘンリー・ホッパーがいる。1996年に結婚した最後で5番目のビクトリアとの間には娘を設けている。生前は共和党の党員であったが、2008年、 アメリカ大統領選挙では民主党のバラク・オバマを支持した。デニス・ホッパーが2発の銃弾を打ち込んで穴の開いた毛沢東の肖像画が2011年1月11日クリスティーズにて競売にかけられ30万2500ドルで落札された。深夜に帰宅したデニス・ホッパーが壁にかかっていた毛沢東の肖像画と目が合い驚いて銃で撃ったと言われている。 後日、デニス・ホッパーが作者のウォーホルにこの絵を見せ、二人の共同制作の作品としたことで知られる。自身の監督作、ハートに火をつけてを無断で編集した制作会社と対立し、監督名のクレジットを拒否したため、作品はアラン・スミシーの監督名義で完成している。その後、同作品のオリジナルバージョンはデニス・ホッパーの監督名義に改め、 バックトラックとして日本公開された。ありがとうございます。